設備保全の仕事とは一言で言うと何でしょうか設備を修理することが最初に浮かぶと思います修理をすることだけが保全の仕事なのでしょうかもちろん修理をすることだけが保全の仕事ではありません保全の仕事は皆さんが日々行っている健康管理ととても似ています まずは健康管理と設備保全について比較しながら見ていきましょう。まずは皆さんの体の健康管理です。健康管理を怠るとどのようなことが起こるでしょうか。主な例としていろいろな箇所の調子が悪くなります。原因は不特定多数であることも多いでしょう。さまざまな要因が揃ってしまうと突然容体が悪くなるリスクもあります。 続いて設備保全です。設備の保全を正しく行わないと故障が頻繁に起こります。またその原因は不特定多数であることが多いでしょう。突然停止したりひどい場合には大きな事故や重大な品質不良が起こることもあります。正しい保全を行うことはとても重要なことです。 もう少し具体的に考えてみましょう健康管理では体操をしたり手洗いやうがいで自分で日常予防をします定期的に健康診断に行って体の状態をチェックしてもらいます違和感を感じた時は病院に行って早期に治療をします設備保全ではこれと同じように劣化を防ぐ劣化を測る劣化を復元するということが重要になります つつずつ考えていきましょうまずは自分で行う日常予防です健康管理では手洗いやうがいバランスのよい食事睡眠時間の確保などで自分の体の調子を保つことが重要です設備保全では劣化を防ぐという取り組みがこれにあたりますまず1つ目は清掃です 清掃は自分たちが使用している設備の状態を把握し最高の状態を知ることにもつながります設備の状態をきめ細かく管理するために清掃はとても重要です2つ目は給油です設備の回転作動不良などの故障やトラブルを未然に防ぐために行いますその設備に合った油を正しい量正しいタイミングで また、適切な方法で給油することが大切です。3つ目は、増し締めです。ネジやボルトの緩みを増し締めすることで、トラブルの発生や部品の欠落、破損を未然に防ぐことができます。緩む原因をつかんで改善することも大切です。劣化を防ぐために日常的な予防活動を行うことが、保全も健康管理もとても重要です。 ここで一つ、日常保全について、故障を例にお話しします。まず起きてしまった故障は、処置、修理を行った後に、再発防止の対策を行うことが大事です。ただし、故障はよく、氷山の一角と言われています。故障は、一つの要因だけで起きることは少なく、水面下に無数の要因が潜んでいることがほとんどだからです。それでは、故障を未然に起こさないようにするためには、 どののよううなことを日々行えばよいのでしょうか故障が起きる前にできることの一つが日常保全です表に出ない要因についてはどのように未然防止するかが重要です設備にあるゴミや汚れガタや緩みイオンなどは微血管と呼ばれています故障が起きる要因は無数の微血管から起きることも多く この対策を行うことが先ほど説明した日常保全です。故障を未然に防ぐために微血管を日常保全で潰していきましょう。さて、健康管理と日常保全の対比に戻ります。健康管理では定期的に健康診断を行うことが大切だと言われています。医師による問診や 機器を使った測定などで体の状態を測り異常を見つけます。保全も同じように設備の状態を把握し異常を見つける必要があります。このことを劣化を測ると言います。劣化を測るための基本はまず点検です。点検は人間の五感を使って行うことが基本です。また昨今では便利な機器を使用して 振動や電流値などのデータを取ることもできます。このデータをオンラインで見える化し、予知・予防保全につなげている企業も増えてきています。劣化を図り、異常を早期に見つける取り組みが大変重要です。続いて、早期の治療についてです。健康管理では早期に治療をすることがとても重要です。 病院で早期の治療を行うことで重症化することを抑えることにつながります。設備保全ではどうでしょうか保全でも同様に重大なトラブルを招く前に劣化を復元しておく必要があります。健康管理と同じく設備にも早期治療が重要です。必要な時期が来たら設備ごとに対応をしていかなければなりません。 ではその必要な時期とはいつなのでしょうか適正な保全周期を決めるためには何をすべきでしょうか保全周期を決めるためには工場の中にどんな設備があるのかを把握し保全する方法や優先順位を考える必要がありますその方法の一例として どのような保全方式があるかをまず知る自社の設備を把握し重要度を評価する重要度に応じて保全方式を決定するなどがあります自社の設備を様々な視点でリスク評価し設備に合わせた保全方式で保全を実行することが重要ですこの方法については日本プラントメンテナンス協会の計画保全士養成コースなどで 詳しく学べますす最後に結論です設備保全とは健康管理と同じように設備の健康状態を保つことを言います。計画的に保全を行うための管理方法や点検や診断の技術また現場での技能を学び設備の全くを保っていきましょう。 なお、清掃、給油、増し締めなど、劣化を防ぐ取り組みは、自象全試検定やセミナーなどで詳しく学習できます。また、劣化を図る取り組みについては、設備診断技術に関する各種セミナーなどで、劣化を復元するために重要な保全周期、保全方式に関する取り組みは、計画保全士養成コースなどで学習することができます。詳しくは、 日本プラントメンテナンス協会で検索をお願いいたします。